リチャード・ブリバード・ラッセル・ジュニアは、アメリカの政治家。ジョージア州会議員、ジョージア州会議長、ジョージア州知事、連邦上院議員を歴任。上院では、上院仮議長、歳出委員長、軍事委員長を歴任。所属政党は、民主党。ジョージア州ウィンダーに生まれる。ジョージア州、パウダースプリングスの第7地区農業、技術学校を1914年に、 卒業、1915年には、ジョージア州、バーンスビルのゴードンインスティチュートを卒業する。一方で1918年には、ジョージア大学から法学士の学位を取得し、上院議員在任中の1957年、マーサー大学から法学修士号を取得している。第一次世界大戦中の1918年、ラッセルは海軍予備隊に入隊。 1919年には、故郷、ウィンダーで、弁護士を改良し、後に、ジョージア州、バロー軍の検事に就任する。ジョージア州会議員として、政界入り、州会員で当格を表し議長にまでなる。1930年に、ジョージア州知事に当選。知事としては、人種隔離政策を推進する。1932年、 ウィリアム・ハリス上院議員が在任中に死去する。ラッセルはそれに伴い行われた補欠選挙で当選し、36年、42年、48年、54年、60年、66年にそれぞれ再選される。39年にわたる長いキャリアを誇り、上院の長老。 南部民主党のリーダーとして重きをなした。人種隔離政策の強力な擁護者として知られ、当然のことながら、アフリカ系アメリカ人への公民権付与に断固として反対し続けた。1948年には、州憲民主党に参加し、同じ人種差別主義と隔離政策を共有するストロム、サーモンドサウスカロライナ州知事を大統領候補として支持した。 1952年、1956年には、南部を代表して、大統領予備選に出馬するも指名獲得に、失敗する。1964年公民権法を筆頭とした一連の公民権法反対運動の指揮を取り、人種隔離政策の維持と、反人種差別運動への反対を歌った、サザンマニフェストを共同執筆、これに署名する。ラッセルは、 リンドン・ジョンソンとは指定関係にあったが、後にジョンソンが大統領に就任し、公民権法制定を推進すると、公民権問題をめぐって決裂した。ケネディ暗殺事件に際しては、同事件の調査を行うウォーレン委員会の委員を務めた。ラッセルは、ワシントン DC のウォルター・リード陸軍医療センターで、在任中に死去した。ラッセルジョーインビル及びスタージョン。 急減視力潜水艦の37番艦は彼に、ちなんで命名された。1945年8月7日、広島への原爆投下後、日本の幸福が明らかになってくる中、トルーマン大統領に電報を打ち、さらなる徹底的な都市の破壊と、無制限の原爆投下、市民の無差別殺戮を続けるよう進言した。以下が、 ラッセルのトルーマン大統領宛ての伝報内容である。ポツダム宣言に沿って日本を降伏させようと還元を操るという努力を停止すべきだという信言を謹んでさせていただきたい。無条件降伏をさせてくれと彼らが頼み込んでくるまでこの戦争を続けていこうではありませんか。パールハーバーにおける彼らの騙し討ちで我々はこの戦争に引きずり込まれたのです。 ドイツよりも日本に対してより思いやり深く、寛大でなければならないどんな有効な理由も私には見出せません。私はドイツに対してと同様に、日本に対して冷国に対応すべきだと声を大にして言いたい。日本には穏便な和平を享受する権利はありません。健全な考え方を持っている後半なアメリカ人は東洋に通じた人たちを含めてですが、広人に、 不可信性ありとするグルーシュの態度に全く同意できません。天皇は去るべきです。日本の神道には何の義理もありません。ポツダム宣言に対するジャップの二べもない回答は、その文書の中身やより厳格な和平条項を修正しても構わないということに他なりません。もし、今我々が即座に仕事を片付けるに十分な数の原爆を保有していないなら、 原爆が出来上がるまで TNT 爆弾でも焼夷弾でも攻撃を続けましょう。また私は空軍の司令官たちに対して日本の都市爆撃に関する事前警告を禁止する命令を出していただきたいと考えるものです。これら将軍連中が日本の上空を飛行するわけではありません。彼らの無効受け狙いは多くの空軍の立派な若者たちに無用な損害を及ぼすだけです。 そればかりではありません。日本の支柱に捉えられている無力なアメリカ人捕虜やバターン氏の行進で捉えられた捕虜たちは間違いなく空襲警告を受けた都市に移送されるでしょう。私たちの敵にすべてのカードが揃って限り、この戦争は限定なしの全面戦争なのです。現在のアメリカの優位はアメリカ人の血や財産や困難に打ち勝つ力で勝ち得たものです。 なぜ今ルールを変える必要があるでしょうか。こればかりの警告もなしに日本が我々に最初の一撃を加えたことを忘れてはなりません。日本が我々の足元に這いつくばるまで日本を叩き続けると信じています。私たちは日本に対して和平の申し出をすることを即刻やめるべきです。次の和平の宣告は東京を焼け野原にした後にすべきです。テレグラム リチャード・ラッセルー・ハリー・エストルーマンオーガスト7・1945ありがとうございます。